この前の配信で、監視塔の騎士だっけ？監視塔の騎士っていうボスにチャレンジしても全く歯が立たないっていう状態だったんだよね。で、ちょっとだけ YouTube で上手な人の動画見てみたんだけど、そもそもチャームがもっと揃ってて、私にはまだ早いんじゃないかなっていうのがあったのと、どのくらい増加するんだろう。試しに行ってみる。初めてつける。ケースは行ってみよっか。で、これでソウルが貯められるって教えてもらったから、ありがたい。とりあえずの目標は1体倒す。6匹出てくるらしいからね。行ってみようか。ダメだよね 逃げられないんだもん。これ練習させて。違う。長押ししちゃってるんだな。なんかものすごい跳ね返ってるね。腰を意識して。難しい。やってみようか。したかな。
倒した。一匹倒したけど。あー。二匹倒したね。二匹倒したけど。今これが強いからかな。もったいない。ああ、もったいない。隠し通路、隠し通路発見。シャンデリア落とすってこういうことね。多分シャンデリア落ちたでしょ今。落ちたらどうなるの。あ、あれ、あ、一体一体潰れてるよね。どういうこと。一体減るのかな多分。これいけないか。まだ 5体いるってことだよね。1体だけ減ったの。1、2、3、4。ああ、もう1体減らせない。1体だけ。今何匹倒した。2匹か。じゃあもうこれでいいのかな。
脚の足と魔力の印、魔力の印をつけてもう一回行ってみよう。あー間違えた。どっちがいいかな。試しにいろんなの試してみよう。いろんな組み合わせ試してみようか。敵はあんまり意味ないかも。ボールキャッチャーとこれは？
ててどれが一番良かったかな。案外これ。引きしか倒せないな。もうちょっと落ち着いてやればな。これ針短いとどうなるんだろう。長くないと当たらないです。ソウルたまらないのきついわ。エリコ、そろそろ終わりにしたいよ。帰りたい。
と2匹時間かかんなこれ。あと1回やってやめようかな。ぐったり腰痛いんだよ。もう一回。やった。倒した。倒した。
動しました。で、回復1個、これだけかな。先に行けるだけかな。あー疲れた。もう弓の首は使えないのか。なんかあるよ。すごいお金。調べる。アローネストの紋章。お金だけかな。疲れた。これは疲れた。疲れたよ。疲れたよ。完全に無言で戦ってた。無視よ、疲れ果てた。同感です、同感ですよ。疲れたよね。望遠鏡？外が見える。これだけか。なんかいるし、ちょっと待って。ここどこ？暗視塔の、ああ、この人は起こしちゃいけないみたいな、みたいな。死の台座の上で眠る者がいる。あなた倒してみる。これは多分このマークの人だよね。また今度かな。というわけで、監視塔の騎士倒せました。今回はこれで終わりにします。ご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。